皆さんこんにちは。今回はですね、中村すみれ三段と中国の蔡碧館四段との乃木常対局の模様をご紹介したいと思います。この蔡四段なんですけれども、この蔡四段はですね、まあ小番杯で、まあ前回活躍したね、李鶴五段とか五世元杯で決勝に進出した、まああの王新成五段ね、王新成五段とか、まあその世代の棋士ですね。はい。はい、その世代の棋士で、まあ、あの、結構強い棋士ですね。その当時はね。はい、強い棋士です。まあ、世界大会の優勝はないんですけれども。では、初手から見ていきたいと思います。中村三段の黒番です。では、初手から見ていきたいと思います。蔡四段の黒番です。中村三段は2連星ですね。で、三々入って、で、桂馬にかけました。でぶつかって、跳ねて、で、ここでね、小目にね、高くかかりました。で、まあ、こう、あの、三間に開きまして、で、まあ、当たり打って、下がって、まあ、地稼ぎまして、黒は。で、こう、かかりまして、で、桂馬で受けて、桂馬にしまうと。まあ、これはですね、中村三段が一番好きな布石ですね。ちなみにね、もう何度となく見てきました、この布石を。はい、この布石が中村三段が一番好きですから、まあ逆に中村三段とあの対局する棋士はこの布石を打たれないようにしないといけないかもしれませんね。で、まあ押して跳ねて跳ねて伸びて伸びて跳ねて切って、で守って一間飛んで、で伸びて伸びました。まあちょっと戦いになりましたけれども、ここでね、でまあこう守りまして、ここをね、で一間飛んで、でコスみまして、でまあここでですね、まあここに桂馬に打ちましてね、まあこの石をちょっと、まあ、まあ攻めに行ったんですけれども、不思議なことに人工知能はここではなくて、現在ね、もうここに打てって言ってますね。今これ切って伸びたのに、なんかこっちに打てって言ってるんですよね。でまあ実際黒にこういったらこれ取られるじゃないかということなんですけれども、まあ人工知能の考えはおそらくこの石でここで戦ったところで、まあここにね、地が増えないじゃないですか。ここにこれが来てますから。だから、あまり得しないってことですね。はい。だから、大して得しないので、まあ、ここで戦いなんかしても得ならないので、まあ、でかいとこ行けと、いうことですね。で、まあ、ここは利かせばいいだろうと、いうことみたいでした。ちょっと変わってますね。伸びておいて、こっち打つっていうのはね。はい。まあ、そういうことです。まあ、でもまあね、まあ、人間的な手ですね、これはね。はい。で、ここで、ここに打ちました。まあ、ここに打った手はちょっと行き過ぎのような気がしますけれども、ここに狭間巻いてますしね。これはですね、まあ、一つのね、まあ、手筋みたいなもんですね。石がこっちに行って、この石を活用して、まあ、この石を逃げようっていうリズムでね、そういう手です。でまあ、こう言って、まあ、一見とね、これリズムですね。で、これ、ここを押さえないといけないですから、で、まあ、先手でここを一間飛べたっていうことになりますので、この石のおかげでね。まあ、ちょっと地は損なんですけれども。まあ、高等手段ですね、これはね。で、ここでですね、まあ、付け越しましたね。はい、付け越して、ここは当然、空き三角で切るんですけれども、まあ、ちょっと切り方はちょっと形が悪いですね、確かにね。で、こう切りまして、黒も。で、当たり打って、で、まあ、当たり打って、で、まあ、抜いて、伸びて、まあ、伸びて、これでね、一応ね、この石は脱出しましたね。この棋士ね、まあ、ここでもそうだし、ここでもそうなんですけれども、なかなかね、まあ、さばき方がうまいですね、石のね。はい。で、まあ、このポン抜きは、まあ、この石はちょっと、まあ、なんとも、厚いですから、まあ、このポン抜きはあんま働かないだろうと、いうことですね。で現在形勢はですね、黒が勝率 60% で、まあ、1目半ぐらいリードしてます。で、まあ大場に行きましたね、大ゲーマね。
まあこの辺に打っておくっていうのもあったんですけれども、逆に打たれましたね、黒にね。でまあ守りまして、でここでまあここに打ち込んできましたね。でまあこの手なんですけれども、この手はよく打たれる手なんですけれども、この形に対してね、まあこの手は確かに地は得するんですけども、ただこっちに厚みを与えるので、一長一短あります、うん、案外大したことないことが多いですね。でまあこれは先手ですね、はい。でまあこっちで継ぐしかないですね。でまあつけて、でここで一回手抜いて二間に開きまし飛びました。で一間飛んでコスミつけて下がって、でまあここで動きましたね、まあ、跳ねて押さえて当たり打って、でかけ継ぎで渡って当たり打ってついでっていうことですね。まあここに厚みを与えましたね。まあ地は稼ぎましたけど、で現在の形勢はですね、まあ黒が 65% ですね。で2目ぐらいいいですかね、はい、2目ぐらいいいです。でまあここでですね、ここに打ちましたね。まあこれはそうですね、ちょっとまあちょっと狭間空いてますけれども、まあかといってこういうふうに行くのはね、ここ穴ポコが空いてますので、こういってここ取られてしまいますので、こうは打てないですね、はい、狭間つけないですね。でまあこう打ちまして、まあ一間飛んで、でつけました。まあ割り込みもあるんですけれども、まあつけました。でまあ覗きまして、押さえて、でまあかけ継いで、まあ当たり打ちまして、でここでつけ越しましたね、はい。ここでこれを切りましたね。もう壁がありますし、うん。でまあここでですね、これ抜いた手はこれはちょっと失着ですね。これは失着だと思いますね。ここではやはりこう切らないといけないですね。切って、まあ、白も切るんですけれども、一応切っておかないといけないですね。はい。切っておかないといけないです、ここ。全然これ、しのぎが違ってきますので、これ切っておくのとね、そうじゃないのとは。後のね。しかし、ここで、ここに打ちましたね。これ、まあ、連絡しましたので、まあ、この辺を効かせないんですよね。で、これ、しのがないといけないんですけれども、でここでですね、こっちに一軒飛んだんですけれど、これはねミスですね。これはミスだと思います。この絵は今はここではないですね。やはりここではこの石はやっぱり活用すべきですね。活用するってここに打つべきですね。じゃあこれ切るしかないんですけれども、まあ、伸びておいて、これ主張で取られますので下がるしかないですけど、でまあこういうふうに打っておいて、これで一応連絡形ですね。ほぼ連絡なんですよね。まあもちろんこう付け越されたらこれ切られますよ、もちろん切られますけれども、これ取れないですけど、これ取れないですけども、こういうふうに当たり打ってね、まあ、こういうふうにこう利かしていけば、まあこういうふうに打てばこれ生きてますので、これ十分だったんですよ、これでね。はい、で、後にですよ。まあ、後に、まあ、そうですね。こういうね、逃げ出しもね、ちょっと図れますので、そういう味もあります。こういう味もありますので、だったんですけれども、ここに打ちました。これでね、ちょっとしのぎがね、難しいですね。この黒石の、この壁がね、生きてきました。で、まあ、一軒飛びまして、これ自然とね、活用できずにこの石がね、飲まれましたね。現在形勢はですね、今は互角ですね。互角です。まあ、白が 55% ぐらいですか。で、互角ですね。で、ここで、まあ、膨らんで、そして、曲がって、まあ、ここに桂馬に打ちましたけれども、これはまだ生きてはいないですね。スペース足りないですね、これでは。で、まあ、ここに、曲がりまして、でここでここに受けましたね。そうなんですよ、これここに受けないといけないんですよね。ここでまあここではね、まあこういう実はですね、こういうふうに行きたいんですけれども、まあこういうふうに行くとここに打たれてね、これちょっと困るんですよね。こういってこういって切っても当たり打って、まあ、下がって引かれて、これ丸呑みされてしまうんですよね、これをね。はい、
ですからまあこれは致し方ないですね、ここでコスんだ手は。でまあ結局ここ逆に当たり打たれまして、ついででここにコスミつけられて、で当たり打って跳ねて押さえて当たり打って、まあついでポン抜かれて、これでこの石がねもう生きないですねこれはい、目がないです。これでこの石は五輪中です。はい、五輪中です。はい、これで五輪中です。もう生きる手はないです。この石は生きる手はないですね。どうやってももう生きないです。目ができないです。でまあ一見飛びましたけれども、覗いてついででこう継がれて、でまあ仕方なくこっちにこすみましたけれども、跳ねて押さえて当たり打ってついでで切って、でこれでまあここはね取られました。さあ現在の形勢なんですけれども、今は白が勝率 99% ですね。もうここでまあほぼ勝ちましたね。でもう21目有利です。終わりました。5はもうここではまあ終わりましたね。はい、まあここでですね、まあ、割り込む手はあるんですけれども、でまあこれはちょっと取れそうなんですけれども、これもね丸飲みはできないんですよね。これがこっちのちょっと関係もあって、当たり打ってついでついで、でまあ切るしかないんですけれども、でここでまあかけつきましたね。でまあ当たり打ってついでで継いでで押さえて、これ攻め取りなんですけれども、でまあ放り込んで抜いて、でここで下がりましたね。でここでですね、中村三段がですね、まあここに打ったんですけれども、まあちょっとぬるいかなっていう気はしますね、この手は。まあここではここでちょっと手にしないといけないですね。実際ここは手が発生するところなんですよね。そのままじゃ死なないところなんですけれども、ここはそうですね、ここに切っていれば、これはそうですね、手ですね。まあ当たりは一回打つんですけれども、まあ、ついでまあこう逃げてね、こういってでこういくんですけれども、当たり打ってついででここに跳ねが先手ですね。でこういってまあこういってまあこういってこういけばこれ隅で生きれますね。はい、だこういうふうにすぐ今すぐでも手にすべきでした。これで生きてますので、これはこれ取られて、で白これだけ取ってここで生きられる、これは割が合わないでしょう。はい、黒もねだったんですけれども、まあここに打ちます。これはちょっとぬるいですね。ぬるい手だと思います。でまあここで黒もこっち打ちましたね。ここを今当たり打ってここの手をなくさないといけないんですけれども、こっちに打ちましたね。頑張って、まあしょうがないかもしれないですけれども、だからここでね手にしに行きましたね、中村三段がね。ただこっちから手にしていきましたね。はい、でまあこれはですね、まあ当たり打ってこういってまあこすんで、でも当たり打ってまあまくってくんですよね。で当たり打ってこういってでまあついででまあ当たり打ってここでまあこうにしましたね。ただこの手の仕方はさっきの隅で生きるのよりかはだいぶ損ですね。さっきの隅で生きる方がすっきりしてましたね。はい、まあこうですし、またでまあ抜きましてでまあこう立て打ちまして、押さえて抜いてでここでまあこれこう立てですね。で当たり打ちまして抜いてでここでまあ分断しに行くんですけど、まあこれも受けまして抜いてでここでもうコウ立てがないのでこっち打ちましたね。はい、でここ一応受けました。で抜いてついで渡ってで抜きましてでここで引きましてでまあここで解消しましたね。はい、解消しました。まあ、ここで解消するのであれば最初つけた時に解消してもよかったんですけれども、ここでねでまあここでかけつぎまして、まあ跳ねてでまあ
そうですね。これはまだコウですね、これね。これ、ちなみにここで黒がここに行ったら、これ、まあ、継ぐしかないんですけれども、これはこれで一応、コウですね。はい。まだコウですね。ただ、このコウはね、ちょっとね、黒もやりづらいですね。負けた時に、ここ、ボーンと取られますので。ですから、黒はここで、こっちに打ちまして、これ継ぎまして、一応これ取りましたね。で、現在、形勢はですね、まあ、相変わらずね、99%なんですけれども、まあ、20目ぐらい有利ですね、白がね。まあ、投げてほしいんですけれども、ここではっきり言ってね。まあ、押しまして、で、跳ねて、当たり打って、まあ、1目取って、で、跳ねて、跳ねて、伸びて、で、抜きましたね、これ。こっちから当たり打って、こっち、効かされますので。で、こう曲がって、伸びて、で、ここで桂馬に打ちました。で、こうつけたんですけれども、ここでですね、こう跳ねた手は、これはまたちょっとぬるい手ですね。これはまあ、この2目をね、まあ、献上する手なんですけれども、これちょっとぬるいですね。ここでもね、中村時代にもうちょっとね、何ですか、強く言ってほしかったですね。はい、もうこの、はっきりとね、終わらせてほしかったですね。まあ、ちなみにここでですね、こういうふうに言って終わらせる手はありましたね。ここで。まあ、これ継ぐしかないじゃないですか。で、これまあ、ここ、の、あのー、覗くんですよね。で、これ継ぐしかないですよね、これね。で、まあ、こう一間飛べば。これはね、生きなんですよ。この石が。これどうやっても取れないんです。この石が。じゃあまあ、こう行くしかないんですけれども、こう行って、で、覗いて、こう行って、跳ねて、まあ、押さえて、まあ、ここを置いて、これ曲がって、で、まあ、跳ねて、こう行って、ここに行って、まあ、こう行って、これは継がないといけないんですけれども、こう行って、こう行ったら、これ連絡しますので、こう継がないといけないんですけれども、こう継いで、これは関で生きてますね。はい、まあ、これ言ってたら、もうこの碁は終わってましたね。もうこれ以上粘らないでしょう。はい、まあ、こういうふうに言ったら、まあ生きてたんですけれども、まあしかしここでね、こっち行って、こう行って。これはだいぶ大きいですね、字が。まあ現在の形勢はですね、まあそれでもまだいいんですけれどもね。まあ勝率は99%で、まあ13目ぐらいリードです。で、まあここで、まあ大場に行きましたね。ここ抑えました。大きいところです。で、まあ、二間に飛びまして、で、ここに打ちまして、押さえて、伸びて、抜いて、跳ね継いで、で、抜いて、ぶつかって、跳ねて、継いで、引いて、で、抜いて、で、切って、まあ、ずっとこの子をやってますね。で、ここで手抜いて、こっち打ちました。で、抜いて、跳ねて、曲がって、ぶつかって、跳ねて、切って、継いで、当たり打って、伸びて、当たり打って、継いで、で、引きました。で、まあ、ここ抜きまして、で、こう当たり打ちまして、で、押さえて、抜いて、継いで、まあ、このコウは一段落したんですけれども、もう、現在の形勢はですね、まあ、だいぶでも、差が詰まりましたね。今は、まあ、もちろん99%なんですけれども、今は6目ぐらいですね。6目ぐらいのリードに変わってしまいました。で、まあ、この後ね、結局ですね、この碁はですね、最後まで打たれまして、白の中村三段が4目半勝ちしましたね。はい。以上です。